はい、皆さん、こんにちは。整体院ワイヤー、整体ケア代表の山です。今日はですね、当院の肘の自発性骨軟骨炎についてお話ししていこうと思います。これね、めちゃくちゃ問い合わせ多いんですけども、今回のね、質問としては、自発性骨軟骨炎になってしまって、どうしたら早く治せますかというご質問ですね。うちには結構自発性骨軟骨炎の子たちが全国から多く来ていただいてるんですけども、早く治すためにどうしたらいいかっていうと、自己治癒能力を上げるっていうことが一番の重要です。これはね、どんな病気でもそうなんですけれども、自己治癒能力がない子が多いんですね。自己治癒能力がない場合、良くならないです。いくら何やっても。もちろんね、その部分的になんかこう治療して、微弱電流とか、超音波とかね、それからね、やっぱり軟骨だったり、組織、骨ですね。そこら辺に刺激を入れて、修復を早めてくれるっていうのは、これは間違いないことなんです。だけれども、根本的に自己治癒能力がない子っていうのは、回復しにくい。なんだか回復しないです。治りきらないと。なので、落ちにくい子っていうのは、まずは自己治癒能力を上げます。だから自分で治せるようにするんですね。自分で治せないからそういう問題が出ちゃった。じゃあなんで壊死しちゃったかっていうと、その部分がね、結局これは病院で言われることもあって、そこの栄養がしっかりいってない状態ですね。だから血流がそこに届いていない、その骨の伝達的な問題ですね。骨を栄養するその伝達がよろしく、どっかで途絶えてしまった栄養が、でそれを見つけて治療していくんですね。なのでここだけで問題がある。壊死はねここだけだと思うんですけど、原因としてはいっぱい問題はあるんです。すんごい軽症で、ものによるんですけど、本当にここだけの場合は何してなくてもただ休んでただけでも治るし、超音波とか微弱電流、それを治せばもっと早く治ると思います。じゃあ例えばこのぐらい大きい問題、ここの栄養の情報を伝えていく問題がダメです。そしたらここを全部やらないといけないですね。じゃあここからここまでダメですって言ったら、ここからここまでやらないといけないんです。なんなら全身ダメでっていう人もいます。だから根本的に自己治癒能力が働いていない、そういう子っていうのは全身やらないといけなかったりします。なので、まずしっかり治すに、それを見てくれるところ、治してくれるところに行った方が確実ではありますね。それでも間に合わない子ももちろん中にはいると思います。本当に病院って結局分かってないから、最終的に治らないこと治る子っていうのはすごく出てきちゃうんですよ。医師もね、分かってないからね。じゃあなんでこうなるのかっていうのは分かってないから、そうなってきちゃってるし、治す方法もないから、相手の自己治癒能力に任しちゃってるんですよ。それはバッティングしなかったり、投げなかったら、負荷がかからないから、悪化はしにくいですよね。でも、ストレッチしてじゃあ治りますかって言ったらそういう問題じゃないですね。なのでうちでは本当に本人に任せるんですけど、これは医師の話を一切聞かずに治療しながら投げていくっていう人も中にいますけど、基本的にはそのドクターの話を聞きながら治療して修復を早めてっていうことをやってます。で、うちに来れないとかっていう人はやれることというと、さっきも言ったんですけど、超音波とかね、微弱電流って言われるものですよね。それを患部に流して修復を早め、血行を良くさせるっていうことができます。その中でもアキュースコープとかね、そういったものが生体電気に一番近かったりだとか、電気のフィードバック、この情報を機械に伝えて、で機械が勝手に出してくれる周波数がねいじるんですけども、それのようなのもあるので、電気の中だとアキュースコープが一番いいのかなと思います。ただその先も言ったんですが、自己治癒能力がない、全身的な要因があるっていう子は何しても良くならない、治りきらないと思います。なのでそれを良くしてくれるところに行かれた方がいいです。はい、ということで今日も動画をご覧いただきありがとうございました。